はい、こんにちは、まっちゃんのる前原です。はい、今日はですね、フォートナイトのスカイの最終ミッション、ファイナルミッションをやっていきたいなと思います。はい、で今回はですね、パパがゴーストにしようかと思ってます。はい、ゴーストはフレンジーファームでゴーストのオリーを見つける。うん、でエイシン君はシャドウにするんでしょ、今回。シャドウのスカイにします。はい、でシャドウはウィーピングでシャドウのオリーを見つけるんだね。そうだね。なんでこれね、結構簡単だと思うので、うん、サクッとやっちゃいましょうかね。はい、はい、クリエイターサポートはマイチャンネルでよろしくね。じゃあパパそろそろ行きます。ジャンピング、僕もそろそろ行こうかな。ジャンピング、さあ生きて会えるといいけど。パパキラキラコントレール、僕はこの DNA コントレール。ああ、すぐに見つかればいいけど、やっぱウィーピングッズ人気ないね。全然いないよ。あ、本当に。そういう意味ではフレンジのが危ないか。さあオリーさん、いない。いた、いた。もうゲット、オリー、オリーを疲れさせる。クリア。あ、よかったね。おー、シャドウになった。あ、もうなった。かっけー、やった、クリア。ちょっと待って、パパまだ見つかってない。うわ、めっちゃかっけー。よかったね。わあ、やっぱこういうさ、紫と黒ってかっこいいよね。オリーをね、見つけそうになるとかなりでかい音が鳴るから、でかい音が鳴ってるから。あ、そうなの。見つけやすいよ。あ、あった。やばいやばい、人が来る。あ、取れた。え、なにこれ。え、取れてませんね。取れてない。切るなんて思わなかった。思わないよね。疲れさせるから別のとこ行っちゃったんじゃないの。あ、また音がする。 あった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 。あ、あ、追わなきゃいけないのこれ。あ、逃げるんだ。あ、オリーを疲れさせるってそういうことだったの。そういうこと。ぴょんぴょん逃げるから。あ、できる。やったー、ゲットできました。ナイス。びっくりした。色が変わったね。ゴーストになりました。そういうことか。あー、ビビった。びっくりした。キネたと思った、パパ一人だけ。エシ君、この疲れさせることなくゲットできた感じ。もうね、疲れてたっぽい。そんなことあんの。エシ君もパパも一応アンチには入っている、そして生きているので、このまま合流してビックロイしちゃいたいね。うん。自然キングスマンもあるから、残りのスカイのミッションクリア。あ、そうだね、キングスマンね、あれでもいいんだってよ。ヘンチマンとか拠点にあるあのレーザービーム。ああ、あれでもいいの。そう、あれでもいいんだって。あれってかなり防げるから楽じゃん。うん、実際パパも昨日それでやった一つ目のアカウント。そう、そこ、そこおすすめ。ありがとう。くれぐれも気をつけてね。え、いいね、いいね、かなりダメージブロックできてる。お、あと20。楽です、楽です。はい、クリア。オッケー、分かった。いた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 。マジか。どうした、やばい、できる、マジでできんの。やばい、突進された。あー、やらかした。やばい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 。はい、さようなら。うそー、うわー、ヘリ最低。なんでこのタイミングで来る。あー、間に合うかな。撃たれてる。間に合うか。あと10秒。鶴橋持って、なんとか。7、6、5、やばい。4、あー、ごめん。ごめん。ブベラー。あー。くっそ。あいつらだろ。ラップが違う。あいつらじゃない。だろうね。うん、怖い。ロケランまで来るよ。ブルータスの耳がやら、ロケランやら、ポンプやらで、すごい音になってんね。あ、ここね。お、2、2、2だったらやばいよ。いるいるいる。
いの忘れた。うわ、練習早い。気をつけて。パパが一番上だ。パパが一番上になった。飛んできた。入ってきた。うわい。やばい。やべ、上取られた。でもこれは一旦囲った方がいい。よし、ナイスナイスナイス。やっぱり1122だ、1122。でも仲間がいるっぽいな。いるね。あ、やばいやばい。あーすごい。何この結末。頑張った意味なし、まるでナッシング。萌チャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、ということで、それぞれね、ゴーストとシャドウのスタイルゲットしたので、こっからですね、ゴーストバーサスシャドウでタイマーやりたいなと思います。イエーイ。はい。勝手に始め、別の人が入ってくる。これほら、ゴーストもかっこいいよ。ほんとだ。剣が緑になってる、ちゃんと。で、意外とこうさ、物資の中とか隠れてると、これわからないタイプじゃない？あ、かっこいい、かっこいい。ゴーストもかっこいい。うわ、シャドウかっけえ。はい、でね、よくね、言われるのがね、これ3人だから怠慢じゃないってよく言われるんだよね。なんだけど、ごめんなさい。それはですね、一つ目のこのマイチャンネル1のアカウントは基本的に動いてないので、うん、勝手にね、アウトしてしまうんで、一応、疑似的な怠慢ということで許してください。はい。はい。よく言われるんだよね。3人だから怠慢じゃないって。なるほどね。うん。まあ確かにその通りなんだけど、この僕が今やってる方のアカウントではカスタム権限がないので、うん、なので、こういう形を取らせていただいております、うん、はい、縛りなく普通にタイマーやっていきましょう、はい、まあね、スカイといえばここでしょう。お、シャークか。ジャンピング。じゃあパパもジャンピング。あ、してなかった。あ、コントレール変えるの忘れちゃった。うん、グライダーまで黒紫。その色好きだね。パパはグライダーまでグリーンだよ、うん、この組み合わせ結構やっぱ好きだな。黒とパープル？うん。キングスもゲット。マジか。ボスの位置はどこだ？オッケー。これまさかのスカイの近くに。いらないもん出ちゃったよ。何？キングスマン。いるじゃん、いるじゃん。高いとこから降りるとき便利だよ。さあ、間もなく収縮が始まります。マジマジ、それはやばい、それはやばい。オッケー。なんか、いらないっすね、キングスマン。いらないっすね。またキングスマン出た。あー、ヘリ使えねえ。マジか。なんで？そうだ、保管庫から出たらヘリ使えねえじゃん。ああ、なるほどね。でもボートがあんじゃないの？ボートはあった。なんで青宝箱なのにキングスマン出ちゃったのか。補給物資のマークがない。ああ、近くにあった補給物資が消えている。ああ、あ、あったあった。キングスマンが捨ててある。なるほどね。やっぱりか。食え遅かった。狙ってきたな。変身。変身いいね。マイナス覚悟は。私は全ての補給物資をいただく。はいはいはい。全ての補給物資をいただくぞ。はい。あれ、どこ。あった。私こそが真のトレジャーハンター。ミシック武器3個豪華だね。ミシック武器とかもはやどうでもいい。私はトレジャーハンター。なんと素晴らしい。
全ての補給物資は頂戴した。さすがに描画されてないところには届かないみたいだね。だね。さあ、ちなみに一つ目のアカウントはすでに、落ちておりますので、これで正真正銘のタイマーってことになりますね。パパが空中なら私も空中だ。注意、この勝負はヘリコプタータイマンではありません。ヘリコプタータイマンではありません。ヘリコプターいらない。あ、マジか。マジ、ロケラン揃ってる。スカイらしく。あー残念。お見事。よっしゃー、最後スカイに当たったでびっくりしてやったぜ。素晴らしい。パパ逃げまくってた。超バイバイしてたもんね。 You're watching my channel. Please subscribe. はい、ということで今回ですね、スカイのスタイルをですね、2人ともゲットして、うん、ついでにタイマンまでやってみました。はい、スカイいいね。うん、いいね。シャドウいいね。いいね、かっこいい。このマイチャンネル2の方のアカウントでは全部ゴーストにしてるから、うん、今回はゴーストにこだわってやってたんだけど、うん、こうそのスカイに関してはシャドウの方が明らかにかっこいいね。だね。うん、普通のマイチャンネル1の方のアカウントでは、うん、シャドウにしちゃおうと思っております。はい、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバイ。